さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、有吉弘行でございます。2月12日ですか。なんか、仕事行くと、なんかスタッフの方から、チョコレートいただいたりとか、ね、学園に置いてあったりするから、なんかもう2月14日ぐらいの感じだったけど、まだそんな2月12日なんですね。まだそうですね。はい、めちゃめちゃ損した感じするわ。時引き戻された感じする。もう完全に2月14日ぐらいかなっていう感じ。15日ぐらいの気分でしたから。急になんか引き戻された感じ。え、まだ2月12なの？寒いって感じ。いや、まだほら、事前だとね、やっぱりちょっとくれたりする人はね、終わっちゃうとなんか意外と。過ぎるとまあくれないよね。そうですよね。だから早め早めにくれるからね。そうなんじゃないですか。なんか、そうだよね、うん。だからもうとっくにって感じで。まだ本番はじゃあ火曜日ってこと？火曜日ってことですね。何本番って。いや、知らないですけど。でも、ほら、モテたい男にとっては、ほら、うん、もう待ちに待った。まあもういいけどね。なんかもうみんなかわいそうだよ。はい、あ。かわいそうっていうのは。いや、なんかチョコレート買ってさ、はい、まあそういう経済動いてるとか言うんでしょ。うん、そうですね。にわかは。そうですね、にわか言うんだろうけどさ。ね、いや、でもなんかほら、なんか大変そうじゃん。なんか職場で配ったりするんだけど、だってお金かかるじゃない、みんなかわいそうに。まあ、女の人はね、うん、そうだよね。いや、ましてや俺みたいなさ、うん、はホワイトデー何ですか、精子でも返してやろうかっていうようなタイプの人間だとさ、お返しも期待できないからさ、かわいそうだな。日野翔平イズムだからさ。そうですか。そうですか。なんかちょっと、あれですね、女優の清水文香さん芸能界引退ですって。みたいですね。なんかいいね、こうやって才能あってさ、惜しまれつつ辞めるみたいな感じ、うん、一番いいわ、かっこよくて。ああ、まあそうね、やめそうですね。理由はし、理由はなんか宗教団体なんか出家だとかいろいろあったけど、その理由はまあ、うん、人それぞれだから置いといてさ、うん、いいね、これ。安田さんもそろそろやっぱ引退したら、今なら惜しまれつつあるよ。いや、俺は今辞めても惜しまれないから。俺は惜しまれないよ。俺はその発言ダメなんだよ。この番組で、それお前が引退話するでしょ、うん、とリスナーが乗るでしょ、うん、それでいろんな、なんか他のところスタッフとかにも、安田は辞めたとかっていうのを流して、一回スタッフの人に聞かれたことあるんですから、俺。だからいいじゃん。それぐらいでもちょっと話題になってんだから。いや、だからもうならないですから、いいですよ。ここでだって名前出さなかったら、もう本当のたれ死んで終わりだよね。だからね。マジで川のほとりで石置いてやろうか、それぐらいだよ。いや、それはちゃんとやってください。破壊してやってください。清水文香ちゃんに比べたらさ、まあそうですね、安田さんな、清水文香ちゃんがさ、大輪の1万本のバラぐらいの存在だとしたらさ、ああ安田さんなんてマジで代わりに河原の石の上で干からびてるミミズのような存在なわけじゃん。わけちゃんじゃないですけどね。わけちゃんじゃないですよ。だけどじゃない、今なら、はあ、今なら特別に、ちょっと惜しんでくれる人もいるかもよ。ラジオ聞いてるからたまたま。何人かのリスナーは。今しかないんじゃない？やるなら今しかねえ。いや、だってやめるならでしょ？やるなら今しかねえ。ゴミクズ安田のやめるのは、今しか。安田は今死ねえ。死ねっつってじゃん。安田は早く死ねえ。死ねっつってじゃん。Release all that stress. Now a variety program. Sunday night.さあ、こんばんは。大田区の新宿、広島が生んだ怪談児、西新宿の親父、有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデー西新宿の親父ドリーマー。今月のアシスタントはこちら、セイデンジャラスの安田です。よろしくお願いします。ミキサーさんびっくりするから。いや、でも西新宿の親父っていうから少し乗っかったんじゃないですかね。乗っからなくていいんですよ。お願いします。もうみこしに。今週もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そうね、まあ清水文香ちゃん、まあでもあんまり絡んだこともねえしな。あ、そうなんですか。うん、なんかバラエティ不思議ちゃんでしょ。でもまあそう、ちょっとね、ちょっと実力派の不思議ちゃんでしょ。そんな感じですよね。可愛いよね。可愛いですね。そうか、
まあでも辞めるんだな、じゃあ。うん、みたいですね。まあそんなにしがみついてやるような仕事じゃねえからな。マジで。自分のやりたいことが見つかったら、どん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 やっぱり、はい、こう、辞めてっていいんじゃないですか。うん。安田さんもなんか見つかってないスナックとかやりたいんじゃない。あ、でもまだ見つかってないんですよね。うん、仕方ねえな。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと話してください。ありがとうございます。うるせえな。まあそういうことですけどもね。はい、あとは、まあ、まあ僕が一番気になってたら、まあグラミー賞のことずっと気になってたんで。あ、有吉さんですか。あ、まあ結構主要の4部門は、うる覚えですけど、なんだっけな、最優秀レコード賞はアデルとか、うん、ビヨンセとか21パイロッツが取ってたと思うし、なんか最優秀アルバム賞はなんだっけな、アデルの25とか取ってたんじゃない、ジャスティン・ビーバーも取ってたんじゃないかな、ドレイクも。最優秀楽曲賞はでもルーカス・ブラマーセブンイヤーズとかだった。新人賞はでも予想通りだったね、ザ・チェインスモーカーズ、まあチャンス・ダ・ラッパとかさ、なんかそんなんだけど。おい、にわかいい加減にしろよ。なんじゃおい、なに、うる覚えで言ってんだから。うる覚えで全部言えてんじゃねえかよ。いやでもうる覚えでちょっと、なぜか全部言えてんじゃねえか。いや、にわかでないから、ね、にわかって思われてる方が気が楽です。有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。スネイナイトドリーマーライブオンエア。Sunday Night Dreamer。 さあ、東京半蔵の JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタント、デンジャースの安田です。生放送メール募集いたします。日米首脳会談が行われておりますね。何でしたっけ、中曽根康弘さんと レーガンでしたっけ。だいぶ前、だいぶ前です。もう昭和ぐらいです、それ。ロンヤス会談じゃないんですか。違います、違います、違います。トランプちゃんですね。はいはい、トランプちゃんと安倍ちゃん。ちゃん付けはちょっとね、どうかわかんないですけど。ということでね、はい、まあ、会談が行われているということで、はい、今、腹を割って話したいこと、うん、あなたが今抱えている自分の問題、もしくは社会に対して思っていることを誰かと話し合ってみたいこと、何でもいいです。あの、打ち明け話でもいいですね、うん、送ってください。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉ラジオと検索すれば出てきます。はい、でお知らせ、先々週ですかね、おちんぽ担々麺っていう、チャランポランタンさんですね。え、チャランポランタンさんですね。あ、それはあのアーティストのでしょ。はい、僕言ってるのおちんぽ担々麺のことです。チンポタンタン、おちんぽ担々麺っていう担々麺考えて。あ、そうですか、うん、あの担々麺の上に、はあ、チンコが、犬のチンコが乗ってるっていうおちんぽ担々麺っていうのを売り出したらどうかなと思ってるんだけど、はあ、どう、ちょっとこれはリスナーのみんなに聞いてみようかな。それはまあちょっと置いといて、置いといて、はいはい、チャランポ置いといてください。本当透明に置いといてください。チャランポランタン。はい、あ、なんか たまたま似てるね、おちんぽ担々麺と。まあそうですね、たまたまです。でも全然関係ないでしょ。今日はあのこっちの、あの今からはこの話をします。はい、チャランポランタンという、はい、女性の、なんですか、歌手ですか。歌手は、歌手の方、はい、アーティストって言わなきゃいけないのかな。あ、そうですね、アーティストです。アイドルって言わなきゃ、呼び名にうるせえ連中多いからな。アーティストです。はクソアイドルだろうっていう時ありますけどね。この2人アーティストかな。アーティストです。でちょっといろいろ、まあツイッターでなんかいろいろやり取りとかしてるうちに、なんか曲を作ってくれとか作ってくれないとか、いろんなこと言ってるうちに、うん、あのなんかマネージャーさんの方からまた、あのすぐ連絡入って、おソフィゲゴリラのところのマネージャーさんとかと一緒ですけど、はい、あのいいですよと、あのどうぞどうぞっていうことだったんで、おちょっとたまにはちょっとやっぱり来ていただこうかな。あ、ゲストですか。はい、あら、おちんぽ担々麺は それもちょっとスタジオで食べてみようと思うんですけど、今度また作ってね。それはまた作、それはちょっとまた別の話なんですけど、それ別の話でしょ。それはちょっとお料理企画もやってみたいなと思ってる、はい、のっちさんのあのすっぽん鍋の時みたいに、たい、ね、おちんぽ担々麺を、はい、あの食べるっていう企画ちょっと一回やってみようと思うんだけど、それはちょっと違う、はい、今回違うんだ、はい、ちょっとそれは置いといて、はい、あのチャランポランタンさんが、あの来週8時台に
あのお越しになって、ちょっといろいろと、曲作っていただくのか、いただかないのか、あの作っていただかないんだとしたらなんで作ってくれないんだと、まあ、首絞めてアコーディオをビロビロに伸ばして、アコーディオは使ってない、アコーディオは使ってないです、アコーディオ使ってないです、アコーディオが有名なんですよ、そうなんですか、ごめんなさい、アコーディオをビロビロに伸ばして、筋肉マンのジャンクマンみたいに、アコーディオの端と頭バーンってやってますからね。でも作ってくれるでしょ。いや作ってくれなかった、わざわざ来て何にも作ってませんよ、手ぶらですよって言った場合は、はい、安田さんと俺で端と端でアコーディオンをバーンって引っ張り合って伸ばして、はい、バーンってちぎって、はいはい、急遽そこに画鋲を押し付けて、はい、バーンって頭やっておりますけど、ね、分かりました、それは参加しましょう、何を言ってんの、はい、さっきからですから、はい、ですから、あのリスナーの皆さん、それはあのなんか送ってください、質問がありますとか、うん、あのメール、うん、いろいろと、お願いいたします、おちんぽ担々麺の方のレシピなんかもお待ちしておりますけど、ね、あ、そっちもですか、でもそれは別の話でしょ、それはまた別の話だから、はいはいはい、あのちょっと一緒に喋っちゃうから、なんか一緒みたいに聞こえちゃうの。いや、やりたいことが溢れちゃって、天才によくあるパターンよね。もう、あ、言葉が溢れちゃってさ、もうよ優秀なマネージャーがもうちゃんとメモしてちゃんと組み立ててあげないとさ、もう溢れ出ちゃうからさ、おちんぽ担々麺もあれだし、チャランポランタンさんのこともあれだし、清水文香ちゃんのあれ、あのおっぱいのことも気になるし、いろいろですよ、ろくなこと気になるやつね。2つ捨てていいと思うんですよ、はい、ですから、はい、チャランポランタンさんも知っております、はい、どうなるか分かりませんけど、こんなのやってみないと分かりません、出たとこ勝負でも、ね、まあそうですよね、はい、結構そうですね、まあ最初の方でちょっと軽い下ネタでもぶつけてみて嫌な顔されたら急遽もう真面目な話ばっかりするかもしれない、グラミー賞の話ばっかりするかもしれない、そうです、まあ、その辺はお気になさらず、はい、有吉も大変だなと思って、聞いてくださればいいんじゃないかね、まあ9時台に悪口はいっぱい言いますからね。その、まあ、そのための8時から9時までの1時間限定で、はい、ぜひぜひ皆さんちょっとメールなんかよこしてくれれば嬉しいなと思っております、はい、はい、さあそれでじゃあ次どうしましょう、おちんぽ担々麺の話をやっつけますか、じゃあ、いや、まああるね、そうなんだけど、犬のピリスっていうのはちょっとね、やっぱりこの土地柄ね、日本だとかその食用でないから、いや、それはそうですよ、ちょっとだからやっぱ牛とかかなと思ってるんですよね、牛か羊か、あ、はあ、まあ食用に、まあ、豚っていうのもちょっと細いからね、豚のペニスっていうのは、それはやっぱりペニスじゃなきゃダメなんですか、チンポ担々麺って銘打ってるからにはね、銘打ってますけど、それだからその解明も踏まえてのチンポ担々麺でもうあのパッケージも作ってあるから、そのカップ、あのインスタント即席麺、そんなに進んでんのその話、ルカの思いつきじゃないの、だいぶ進んでるじゃないですか、もうじゃあもうパッケージできてだったらもう変えられないでしょあんまり。犬でしょもう。犬じゃん。そこで揉めてんのよ、止まってんのよ。あ、止まってんのそれ、ラジオネームプーテル、福島 FM、 あるいはさ、おちんぽ担々麺ですが臭みが気になると思うので、最初におちんぽをしっかり塩もみして臭み消した方がいいと思います。ああ、そうか、気づかなかった。そうかじゃないんだよ、臭い、じゃ問題は臭みじゃないんだよ。急遽塩もみします。ラジオネームマーシー FM 岡山、おちんぽ担々麺気になります、犬のちんぽより馬のちんぽの方が出汁が出てもっと美味しくなりそうですね、やっぱり、やっぱりな、あ、そう思ってたんですか、うん、そう、だいぶ進んでるでしょその話、うん、だからまあ 何のおちんぽを入れるか、まあ、決めてるからね、そんな話もありますけど、ね、まあ、めちゃくちゃ大きいですよ、いろんなことがもう今もう本当にいろんなプロデュース業をやってますから大変ですけど、ね、うん、そうか、じゃあどうしたらいいのかな、あとはね、結構あれなんですよ、ゲームは前やってるんですけど、相変わらず、ああそうですか、本も読んでるんですよ最近ちょっと、あのあれで読む癖つきましてね、うん、Kindle、 あの電子書籍でもうね、やることにしました、もう決めた、もう紙やめて、もう俺紙やめた、おお、そう、うん、慣れるもんですかやっぱり、紙の方がね、それはね、うん、バッと戻ったりね、戻ってあそこもう一回、うん、あそこ読み直したりとかいろいろあるし、まあ、手触りとかもあるしね、うん、慣れてるからあるけど、はいはい、もうでもやっぱり家にもう本を置いてもういっぱいになるのにしんどいし、うん、もう Kindle で読むことにしました、うん、それでもう決めた誉えと道連れにしたら、あの結構もうスイス読めるようになっちゃってさ、道連れ、はい、あの、はあ、慣れちゃってね、もう読んでるけどね、
あれ読んだんですよ。まあ、あの最初はあれ書かれ始めたのは1984年の UWF っていうやつで、ちょっといわゆる UWF ね、前田明さん、うん、高田信彦さんですよね。ほうほう、僕はあれがすごい好きだったんですよ。ちょっともう本当に信者的な、もう金ないのに1本1万2000円ぐらいする VHS のビデオ買って取り寄せて、田舎だから見れないから見るぐらい好きだったんですね。だからちょっとそれ気になってみたけど、ちょっといろいろと、まあその時代の、まあ、あれは嘘でこれは本当でとか、こうでこうでとか、いろんな事実があってちょっと驚いたりもしたけど、やっぱりもうそれぐらいになるとやっぱ笑って許せますね。やっぱ俺も大人になったなと思いますね。俺あれだけ信じてたのに、俺の青春返せみたいな、嫌な大人にはなってないなって自分を確認しました。やっぱりだからあれですか、あの裏側じゃないけどそういうのがあるんですね。まあ裏側っていうか、まあ検証ですけどね、ちょっとね振り返っていうのもあって、その後にあれを読んだんですよ、罪の声っていう、あのグリコ森永事件のやつの、あのちょっとそれ使った小説。俺グリコ森永事件さ、すげえ好きなの。いやでもまあそうです、あの関連の本読むの。へえ。だからさ、ほとんどそのこと書いてあるんですよ、もうウィキペディアで見りゃ載ってるようなことが、まあ小説の大半なの。おうおう、まあまあ言えばね、まあ、事実、それ事実は全部事実として書いてある、だから、ね、ちょっとまああの書いてあるんだけど、グリコ森永事件と書いてある、銀満事件ちょっと書いてあるんだけど、銀河となんとか万堂とかなんかにちょっと書いてあるんだけど、そこ以外はもうほとんどあの事実なんだけど、なんかなんだろうね、やっぱり俺ずっとやっぱりあのニュース好きだから、いろんなやっぱりドキュメントのやつも見たし、本もテレビも見て、今回も小説見て改めて思ったけど、お前キスネメの男だろ。おい、何俺に言ってんの。ああ、いや俺違いますけど。いやいや、何それ結論だ、な、長々と喋って結論それかお前。 な、 あのな、俺年齢合わねえぞ全然あれと。いやいや、俺はな、ずっとな、いろんなもんな、資料を見たりな、本読んだりな、事件を振り返ったり、今回は罪の声っていう小説をわざわざ買ってな、読んでな、もう本当にもう確信に変わったよ。おい、お前キツネ目の男だろ。お前はもう本当に意外にしろよお前。キツネ目の男だ。まあ時効だけどな。いや時効だけどな、で、はい、やったとは言わないよ。いや時効だからな、まあ確実な物証でも出てこない限り、お前を刑務所にぶち込むことはできねえから悔しいけどよ。いや違う。だけどお前は語る必要があるぞ本当。いつか、いや違う、自分の人生年齢が合わないって言ってんのよ俺は。いくつ今。俺今49ですよ。ビンゴ、嘘つけ。スネイナイツドリーマーライブオンエア。さあ、今夜見るため、今腹を割って話したいこと。違う、普通見るんじゃねえよ。おい、見るんじゃねえよ。なんか言うことあるんじゃないか。ないんだよ。グリコにも森永にも無理やり目かっぴろげてさ、目大きく見せるのやめたほうがいいよ。俺だってキツネ目じゃないでしょ。俺ってキツネ目だよお前は。臆目とは言われるけどキツネ目ではないよ俺だって。キツネ目やろ。俺が絶対追い込んでやるからな。ラジオネーム前向き太郎 FMC が、おちんぽ担々麺のレシピクックパッドで調べてみたんですが、該当レシピが見つかりませんでした。当たり前だよ。最近できたメニューなんですか。そりゃそうだろお前。俺が一番だよお前。麻婆豆腐作ったのが陳建民みたいなもんだよお前。陳建民以前には麻婆豆腐はないんだよ。おちんぽ担々麺も俺以前にはないんですよ。ね、すぐクックパッド調べちゃってよ。ダッセーな。ラジオネームコアドラ、はあ、おちんぽ担々麺臭みの話ですが、塩もみもいいんですが、牛乳に漬け込んだ後さっと塩茹でした方が臭みがよく取れます。いやそれ知ってるよ。羊とかヤギの調理法と一緒じゃん。そんなことは知ってんだよ。俺が言ってんのはね、何のおちんぽ。おちんぽ担々麺って何なの。いや知りませんよ。お宅が考案したんでしょ。だからパッケージも出てるんだよ。こんなはずじゃなかったんだよ。
チャランポランタンのことちょっとボケるつもりだったんだよ。嘘に嘘重ねて立場が辛くなってきました。あ、すいません、やっと白状したか。世間の皆さんすいません、おじもダンタブルなんて作る予定ありません。パッケージもできてないんだな。できてません。腹割って話します。許してください、世間の皆さん、許してください。もうこれ以上送ってこないでくださいって。今日のテーマは今腹を割って話したいこと、はい、ラジオのギンギンしてんじゃねえよ、F ながら腹を割って話したいこと。僕はソファーのマットをラブドールに見立ててしこったことがあります。ソファーで寝ていた時、エッチをしている夢を見ながらしこっていたようで、目が覚めると全裸でソファーに抱きついて腰を振っていました。自分が怖かったです。まあ、よくあるあるあるだね。あるあるなんだ。あるあるだねじゃないんだよ。あるあるじゃないんだ。思い切って変な話を告白してきてんだから。ないよそんな。ないでしょうね。まあ、そう、よっぽど溜まってたんだな。そういう時あるね。ラジオネームミスタータタン FM 宮崎。アリスさん、さっきの話本当ですか？今年もしこりだかグラミー賞取れなかったなんて。なんかグラミー賞やおちょるにはすんな。ちょっとね、いつも会場までは呼ばれるんですけどね。呼ばれるの？いつも村上春樹みたいなもんでね。いつもなんか取る取るって言われて、取る取るって言われて、なんかもうファンの人たちいつもデニーズで待ってくれてるみたいなんですけどね。祝賀会しようっつって、いつもなんか取れなくてすみません。なんかまた今年もやられちゃいましたね、ジャスティン・ビーバーちゃんに。ラジオネーム時任三郎 F 長野。あれさ、グラミー賞詳しいんですね、尊敬します。そこまで詳しく覚えているということは、付け焼き刃の知識ではなく常にアンテナ張って情報を集めていたということですもんね。忙しい中ちゃんと今の音楽押さえてる有吉さん、かっこいいです。そう、なんかでも本当に覚えよ。ああ、誰が良かった。でもビヨンセとかでも撮ると思わなかったけどね。そうですか、撮ると思わなかった。俺最優秀アルバムのやっぱドレイクのビューズはいいなと思ったけど、久々に買っちゃったもんね。なんか大体送られてくるけどね、聞いてくださいって送られてくるけど、ドレイクのビューズは自分で久々に買っちゃったもん。ああ、そうですか。その、あんまり洋楽 APP ストアで。APP ストアで。まあ、あってます、あってます。そうだね。なんかルーカス・グラハムのセブンイヤーズってさ、なんか渡辺美里のね感じすんね。なんかちょっとセブンイヤーズの感じ。そうなんですか。パクってんじゃないですか。そんなことないでしょ。じゃあ曲いきましょう、ジャスティン・ビーバーで What Do You Mean。 やっぱり Sunday Night Dreamer。 さあ、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。今月のアシスタントはデンジャラスの安田です。続いてはですね、この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。はい、まずはこのニュースから。芦田愛菜、超名門私立中に合格。そうだよ。女優の芦田愛菜さんが、芦田愛菜だよ、芦田さん、スタジオにはいないんですけども、偏差値70を超える名門私立中学に合格し、すごいだろバカども。お前らみたいな低学歴の人間とは違うんだよ、私はバカ。春から進学することが分かりました。行くかどうかまだ決めてないけどね。そうっすか。夏から芸能活動をセーブし、小学校も休まず通いながら、休日には1日に12時間の猛勉強をこなしたそうです。すごいだろ、頭いいだろ低学歴のバカども。マナちゃん、マナちゃん、ちょっとね、言葉が過ぎるから。言葉が過ぎる、うん、それ意味分かって言ってんのか、低学歴。低学歴って私は分かるけど、マナちゃんより僕の方がまだね、学歴上だからね。マナちゃんまだ中学校入ってないでしょ。偏差値私の方が上だろ。いや、そうだけど、お前2とかだろ。全然なわけないでしょ、偏差値2なんてないよ。60以下なんてもう2だろうが3だろうが関係ない、一緒だよ。私みたいな70の人間に言わせたら、お前らの偏差値なんてな、50だろうが2だろうが一緒だよ。低学歴、低能、バカ、死ね。しばらくあれだね、聞かないうちに随分口悪くなっちゃったね。思春期だし。
思春期を逃げちゃダメなんだよ、マナちゃん。それじゃダメ、思春期だからとか反抗期とかそういうの逃げちゃダメ、口悪すぎるよそれ。逃げてね、お前だろ、人生いろんなことから逃げてんのは。バカ、私は一生懸命勉強してな、目標の学校に入ったんだよ。何、私は何からも逃げたことないよ。お前だろ、なん、いろんなことから逃げてきてんのは。違うか、足ダメなんだよ。うるさいよ。いかがですか、いかがですか、このニュース。かわいい、かわいい、かわいい、かわいいっていうのは学校に入ったっていう情報ですから、かわいいっていうのはまたおかしいな話ですけど、はい、次行きましょうか。続いてのニュースです。女子中高生に TT ポーズが人気。 SNS を利用する若い女性たちの間で TT ポーズが流行しています。 TT ポーズというのは相川翔さんがじゃんけんをするときに作るチョキのスタイル、まあ、田舎チョキって言われてるやつですね、それは人差し指を下にして目の下に配置するポーズ、韓国の女性グループ TWICE の楽曲 TT の振り付けにこのポーズがあるそうです、ということで。まあだからいわゆるプロレス用語で言うとシュートサインですよね。指を鉄砲の形にした、ほうほうほう、鉄砲の形にしてそのまま下に向けるってことですね。はあ、それをこうやってや目の下に、ね、はい、まあ、昔で言うドボチテ、ドボチテっていうね。あ、そうですね、ありましたね。私も世代じゃないですから知りませんけど。知ってますね、でもね。こんななんかいろんなポーズいろいろ流行りますね、いろいろと、まあだからどうしたっていうでしょうけど ね、でしょうけどね、で別にそれに対して別に怒りもないしね、はあ、やってくださいって言われたらやるしね、はいはいはい、すぐ別に、なるほど、あの TT ポーズやってください、はい、はいはい、やりますけど、ね、あ、まあそれはね別に拒否する、うん、ね、だからいや、そんなに怒られてもねそんなに怒られても、うん、ただまあ TT ポーズやったカメラに、いや TT ポーズ撮ってカメラ撮りましょうって言って TT ポーズやってカメラ向けてきた時にそのレンズにタン吐いてやるけどで怒ってはないよ、タン吐いてるね、タン吐いてるのはまあまあ怒ってんじゃないですか。こういうのだから考えなきゃいけないね、我々も。あーポーズね、あーそうそう、もう俺ら品川ですね、止まってるもんねだいぶ止まってんだ、品川ポーズ止まってるもんか、ね、そうっか、確かにそうですね、まあね、うん、あの手この手でポーズ考える暇があったらもうちょっと歌練習してくださいって感じもありますけど、まあ、まあ、お好きにどうぞ。お上手なんじゃないですかああ、まあ、バカは困るな、こんなことばっかり考えてて、まあ、こんなことをやってる暇あったら英単語の一つでも覚えるよバカ程度ども。スネイナイツドリーマーライブオンエア。引き続きニュースもうちょっとやりますか。いきますか。はい、じゃあ続いてはこのニュースです。ワシントンポスト紙、渡辺直美を絶賛。アメリカのワシントンポスト紙が、タレントの渡辺直美さんに関する記事を掲載し、痩せすぎ、もうちょっとね、ワシントンポストもしっかりとしたね記事書いてトランプ大統領の暴走を止めてほしかったんですけどもね厳しい意見が出てますけど、こういうニュースもあるということで一応ご紹介させていただきますお気楽な記事ばっかり書きやがって痩せすぎの女性が多い日本で、渡辺はぽっちゃりしていてそれを誇っている、ほっそりとしていなくても自分の体に自信を持ち幸せになれることを示したと絶賛しました。遅いのがいい、痩せすぎの方がいいって決めつけたのはお前らマスコミだろだいぶご立腹ですけども記事を続けます、記事では WHO の統計を示しつつ、世界保健機関、そうですね、 WHO の略でございますけれども、日本では多くの女性が危険なほど痩せており、本当20代の日本人女性の多いけどな、22% が標準以下の体重、そう、その 22% 太れバカいかげんしろこんなこと言われてるぞ、はい、WHO なんかに、はい、また言わしといているかという WHO にお前日本人の女性の 22% 標準以下の体重って言われてるぞ悔しくないのか悔しいですって言ってると思いますけどね、リスナーの皆さんは悔しいですって言ってると思いますけど、悔しいです言ってると思いますよ、そう、はい、気をつけてください、はい、まあ結局ね、痩せてようが太ってようが、うん、どっちでもいいんですよ、うん、問題はやっぱり色気があるからですよ。おどっちにしろ、なるほど、渡辺直美ちゃんはやっぱり色気があるでしょ、うん、ちょっとやっぱり、うん、まあグラミー賞は逃しましたけど、グラマー賞ってね、じゃないでしょ、お上手な感じの、いろんな持ってますね、いろんなの拾
昼の帯今ちょっとディレクターが動き始めたから昼の帯いけるぞと思って動かない動かない別に今のでは動かない。渡辺直美ちゃんグラミー賞だな、グラマ賞だね。で昼のラジオみたいな急に昼のラジオみたいな職種が動いたな動いて、ね、今なんか時代が動いた感じ。そうしましたか、うん、本当ですか。でもね、ちょっとねワシントンポストさんちょっとこっちもエキサイトしてちょっと強く言いすぎてね、うん、ごめんね。いやでも大丈夫、全然もうそのくらいだったらさっきの芦田愛菜ちゃんに比べたらさっきの芦田愛菜ちゃんひどかったですからね、はい、なんかまたさっきの CM 入る前とか言われたから悔しいのか。いや悔しいですよそれは。小さい女の子に言われて悔しいと思ってるんでしょ。いや、まあ、っていうか僕にだけじゃなくて頭いいからね、安田さんより芦田愛菜ちゃんの方が。いや頭いいんでしょうけど理解力違うからいろんなことの。いや ですけど口が悪いのあれよくない、あんな可愛い顔してもうひどかった。年頃の女の子そんなもんじゃん。そうですかね。お宅の息子だってまあ中ガキのくせに生意気だな、うん、まあ言いますけど、まあまあまあ、って言うだろ。いやもうちょっと喋ります。ああもうちょっと喋ります。ああもうちょっとどれぐらい喋んの正直。いやカブトもカブトもとか、カブトもダメだよとかって言ったりします。ダメいけないよそういうこととか。なんだ生意気だなお前みたいなもんが、まあ、4、5歳の人間が誰が重視してんだバカ。いや下の妹保護されてる立場だろ。下の妹にですよ、下の妹ぐらい偉そうにお前まだ親の庇護庇護のもとにあるような人間が人を命令するな。3歳の子に厳しすぎるんだよね。だからちょっとニュース終わり。ラジオネームさくらんぼ男、うん、ちょっと有吉さん、マナちゃんがいるなら言ってください。マナちゃん合格おめでとう。僕は学校で赤点ばっかりだけど、マナちゃんは俺の分まで一生懸命頑張ってね。私のことの応援なんていいからお前頑張れよ。一生惨めな生活送って終わりだぞドブ人間。じゃあひどいよひどいよマナちゃん。ドブ人間はひどいよ。吉村FM 長野、芦田マナちゃん勉強の合間に遊んでたゲーム教えて。ポケモン GO かな。マナちゃんじゃねえだろ、マナさんだろ。私の方が頭いいんだからな、全部、人生、世の中学歴だから。そうだろ、芦田愛菜さんだろ、芦田愛菜さんだろ。少年パッカーズ、FM 鹿児島。芦田愛菜ちゃん、仕事したいのですが、寒くて布団から出たくありません。どうすれば愛菜ちゃんみたいになれるか教えて。もう遅いよ。お前一生そのまま。うん。死んでも誰にも気づかれないしね。ちょうどいいんじゃない？あの、化石になっていいよ、ちょうど。何万年か後に。ひどすぎる。ひどすぎる。お前みたいなもんが人間の、平均的な地球人だと思われるのは尺に触るけどね。まあ、どうせ、あれだろうな、ミイラになったり、化石になったりするのはお前みたいに葬式もやってもらえずに死体を焼いてもらえない人間だけだから。まあちゃんもう結局データが残るのはお前らみたいな連中のなんだよな。まあちゃんやめて。寂しいね。まあちゃんもうやめて。もうやめて。はい。聞いた。聞いたさ。まるまるもりもりみんな大好き。もう無理だよ。もう無理だよ。もう無理だよ。何のかな。誰のかなじゃないよ。もう無理だよまなちゃん。もう無理無理。それだけ言ったら無理だよ。死んでデータになるとかなんかまで言ってましたから。無理です無理です。コーナー行きましょう。はい、お帰りになりましたマナちゃん。帰りましたよかったです。町の賢者、はい、あなたがですね、町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオの三平、公園のご意見番ヤクミツル氏、線路内に侵入した松本伊代をチクリ、男子中学生と同じようなことをやってしまったわけですよね。50過ぎた伊代さんが、伊代はまだやることが16だから、分別の分かる年頃でございますから気をつけていただきたい。バーカハーゲクソメガネ仏頂面のカブトガニ、芸能人のゴミを集めて暮らしてる57歳のダンボーラーがババドルのボンミスにつまんねえちゃちゃ入れてんじゃねえよ。ワンカップの空き瓶にてめえの抜き木ぶち込んで公園のベンチでボーッと眺めてろクソジェジェ。すっきりするぜ。これぞ街の賢者だ ね。歯に着ぬ着せぬってやつですよね。この今の規制の多いやっぱりテレビ界ラジオ界でやっぱり街の賢者たちはまだまだ元気です。本当にあげときましょう。本当にですね。ラジオネームビワランチョニアリ、おいディーン・フジオカ、お前報道番組やるのいいけどな、番組での肩書きインフルエンサーってなんだ。
何を撒き散らす気なんだよ。お前まさか補給者じゃねえだろうな。もしそうだったらお前の肩書きはインフルエンサーではなく陰金タブサーだ。今日から金藤岡に改名しろ。デリケアイムズの CM 出てな、かゆいよーつって玉金ポリポリかきむしれ。お前がそうすることでな、世の女性たちの母性本能がくすぐられて我々陰金タブサーの好感度がぐんぐん上がるはずだ。陰金タブサーがイケてるという評判を日本社会に撒き散らせ、いけ金藤岡かきむしれ。金藤岡わかるよ。加減しなんぞよ。ラジオ三平 TM ネットワークさん代表曲ゲットワイルドのバージョン違い33曲のみを収録したアルバム発売。いい加減にしろ。松崎しげるも小田裕二も MCAT も同じことやって失敗してんだぞ。どうせボンバヘアアカペラバージョンみてえなお試しソング、お楽しみソングも入ってねえんだろ。クソ真面目でゲットワイルド33回も聞かされるになれよ。12、3曲目でゲロ吐くわ。隠しトラックに記念ナオトのギター漫談でもぶち込んでな、お客様満足度ぶち上げろ。そういう声にあるね、たまにね、よくありますね。ラジオネーム、チェーンギャングファイブ。江戸山口さんの弟の野郎がブログを始めたらしくこんなこと言ってました。多分元冬木さんのことかな。ブログを始めて間もないので俺の芸名の話。元冬木の元は本名の武藤から来てます。昔ミスター元というレスラーがいてね、その人も本名が武藤で他の国の人が武藤と発音できなくて元になったと聞きました。まあ便乗したわけではないんですが元冬木にしました。なんかその時はかっこいいと思ったんだけどな、今思うとなんか間が抜けてるな。正確な本名はね、武藤博夫と言います。ハゲ。誰も興味ねえよ。しかもこの情報間違いだらけだから。ミスター元の本名はチャーリー岩本で、日本名も岩本勝元も岩本の元を取ったんです。ディナーショーとモノマネにやりすぎで脳みそ層まで剥げ上がったか。浅い知識でミスター元選手ばっかりしてんじゃねえ。往年の空手チョップ食らすぞ。ちなみに冬木の由来もブログに書いてありましたが、中学生の休み時間で出るようなヘドの休み時間のようなヘドの出る内容のなので割愛です。ちゃんと知って、ミスター元のこと調べて。よく気がついた。ラジオネーム、カレーは混ぜない。おい、千葉ロッテルーキーの有吉勇気投手、キャンプの早朝は声出してこんなこと言ってやがったな。有吉といえば芸人の有吉弘行さんが有名なので、今年1年活躍して有吉といえばロッテの有吉と言われるように頑張ります。おい有吉投手、有吉弘行を超えたいだって。有吉さんな、半蔵門の豚箱で日曜20時から地方 FM のクソ番組でリスナーから芸能人の悪口、女性芸能人を巻き込んだ下ネタ、先輩芸人への脅迫等のメールを読んでゲラゲラ笑ってる人だぞ。もうとっくにあんたの方が上だろ。にしても最近の野球界には我々と同じ童貞の西武菊池雄星、我々と同じ食生活の楽天福山投手、自らゲスナーであることを宣言したカープ一岡投手、そしてズル向け風俗まんじゅうの有吉投手と多くのゲスナーが輩出されてます。そういえばこの前コンビニ行く途中で警察の格好した人にいろいろ聞かれたけど、あれ阪神のスカウトだったかもしれねえな。よし、今日からパワフルのサクセス進めて今年のドラフトに備えるぞ。なかなか有吉さんっていう、まあサッカーよりも女子のサッカーいたり、あいますね、最近ちらほら聞きますけどね、うん、俺ガキの頃有吉って言ったら有吉沢子さんぐらいしか、いやそうでしょう、いなかったけどね、なかなか、ちょっと気になりますけどね、なんとなくね、有吉さんって珍しいっちゃ珍しい、まあそうですよね、安田つは多くてね、いやそこまでめちゃくちゃ多く、そんなこともないか、多くもないんじゃないですか、安い田んぼ、ラジオネームケツ出しエッフェルト、村の主と書いてすぐり踏み絵。お前テレビでヌード撮影の話してたな。オリンピックには2回行きましたけどメダルも取ってない、そんな私が写真集を出させてもらうタイミングはない、本当にありがとうございます。ヌードに対してあまり抵抗はなかったです。当たり前だバカ、もともとパンツ履いてねみたいな出しない顔してんだろ。全裸で外走って凍えてるろ。ひどいこと言うね。ちょっと千秋直美さんっぽいけど。ね、ラジオネーム、ラジオ三平、我らがサンドリの賢者有吉弘行、桜井翔さんなど一流芸能人に電話番号を聞かない理由について
電話を落とした時にみんなに迷惑かかるからと語る、うん、嘘つけ人付き合いめんどくせえだけだろ自分から喋りかけんのも電話すんのも気遣いながら遊ぶのもめんどくせえんだろあんたは家でゲームしてカップ焼きそば食ってたまに本読んでエロ動画見てしこって寝るだけ俺らと一緒これからも賢者代表としてまあイカれた中学生みたいな生活を送ってくれよな兄貴お見通しかそうだったんだインターブレイクDay, night, dreamer. Live, on air.有吉サンデーナイトドリームアトムの1時間経過です。来週チャランポランタンさん、はい、お二人来てくださいます。兄弟ユニットです、うん、自由にメッセージ送ってくださいということですね。あとは今日はちょっとまあね、謝罪騒動がありまして。謝罪騒動、チンポタンタンメンっていう。ああそうですね、はいはいはい、タンタンメン実は、はい、作る気も食べる気もないんですけど、はい、ついついちょっとそんな悪ふざけからついつい、あ、まあ、これ犯罪者心理ですね。追い込まれて追い込まれてどうしようもなくなって。ああそうですか、失礼いたしました。いやでもそんなに謝らなくても大丈夫だと思うんですよ。ちょっと謝ってほしいことありますけどね。ラジオネーム稲葉の白投げ粉砕。有吉さん、キツネ目の男が目撃されたのは安田が17歳の頃です。老け顔の高校生もいます。ありえますね。いやありえますねじゃないんだよ。17歳だったらやるわけない。全然違う年齢は。あれだって30歳、あれだって17歳やらないだろうって言ったって、あの脅迫テープに声を入れてたら子供たちが利用されてたりしたからね。あそうなの。そうですよ。だからそれはもう17歳だからあのグループに関与してないってことはありえないです。怪しいな。いやだからそれを知らないもんね。今いやそれはそれはもう分けてあるからね。それはグループでいろいろやってるから全部全貌知ってるわけない。安田さんなんてただの店に置いてこいって言われた末端の人間だから。キツネ目の男は。ああええー、な実像舞台だから、ね、そうなの、うん、それも知らないですよ。知らないからそれは知らなきりませんよ。いや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 あそうなの。ラジオネーム犬まんじゅう F 長野。有吉さんは警察の者です。捜査への協力感謝します。今から半蔵門に特別警察向かわせます。特別警察っていうのが幼稚だろう。特別警察って小学生じゃねえんだ。幼稚でよかったよ。そんなもんですかね。まあね、人生いろいろあります。清水文香ちゃんもこの芸能界辞めると言ってます。安田さんもついにね、時効は過ぎましたけども、出頭すると言っております。しません。人生いろいろ違いますから。芦田愛菜ちゃ ん違います。芦田愛菜警視総監に。いやあの子はもう口が悪いから。芦田愛菜ちゃん将来的に警視総監なんじゃなくないから。いやなるかもしれない。ということで一部の地域の方この時間でお別れ。また来週もぜひ聞いてください。お相手有吉弘行、デキラス安田でした。この後も聞ける方引き続き。さあ2017年2月12日日曜日、時刻9時を回りましたね。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはデンジャラスの安田です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしておりますサンデーナイトドリーマーでございます。いろいろメールもちょっと来ております。ラジオネーム歩いて2時間 FM 沖縄。 FM 沖縄、ああみんな気になるのかな。芦田愛菜ちゃん質問です。目標としている人は誰ですか。ヤバモテキサロクだよ。だからだからどうしたの。そうでしょう、まあ、尊敬してる。まあ別にしょうがないじゃない、別にね、話聞けるわけじゃないしね。まあ本を読むぐらい、ヤバモテキサロクの本を読んだわけ。ああそれで知ったんですか。尊敬して、やっぱ尊敬しすぎちゃうとその人超えること絶対無理だから、お前らみたいに。悟ってる、悟ってますね。ラジオネーム悪魔超人牧陽子。芦田愛菜さん質問です。偉いなお前さんって言ってるな。僕は暗記するのが苦手で、日本史の事件年号全く覚えられないのですが、どうすれば覚えられるようになれますか、うん、覚えられないのが不思議だよバカ。ひどいよ。重要な言語な重要な名前、そんな年号とかお前年代なんて数知れてるだろバカ。いい国作ろうとか言って覚えてんじゃねえバカ。どうやって覚えたらいいんだよ。1192年はちゃんと覚えるで全部。
そうだろ。あ、そうなんですか。中国の歴だってたかだか4000年だろ。4000個の言語を覚えるのって簡単だろ。やっぱりみんな難しいんですけどね、本当は。4000年分のカレンダーぐらい暗記できるのか、バカ。いや、あんまり、まあ、偏差値70以上の人間は余裕だよ。そんなのできないの不思議だよ。なぜできないの、できるのって言われたって、なぜできないのってこっちが聞きてえよ。バカ。ジジイ。おい、ジジイはないだろ。ラジオネームバラマンディ。FM 群馬。マナちゃん、好きな服買ってあげるから一緒に買い物行こう。行くー。行くかい。すぐ釣られちゃうんだから、マナちゃん気をつけないと思う。子供の一面もね、ちらっと。そうですね。お帰りになられました。お帰りましたか。よかったですよ。太ったメガネの気持ちはおじさんごとっかいってしまいました。そうですか。あら、心配ですね。心配ですね。でも大丈夫でしょ。止めてやる。そう、賢いから、ね、賢いから大丈夫です、そのおじさんより数倍賢いから、賢いから大丈夫、大丈夫だ、はい、あとは何ですか、変わったことありましたかね、今週は。なんか何にもないかな。ニュース的なことですか。あれですね、この番組を、先週この番組終わって辻君と、うん、あの西寄と飯食いに行って、うん、食ってきましたね。ちょっとこう、以前半年ぐらい前に辻君飯食いに行った時、うん、お寿司屋さん食べに行ったらね、うん、お寿司屋さんが想定してるあのメニューあるでしょ、はい、メニューの半分ぐらいしか食えなかったのに。お寿司屋さんが驚いて、もう食べないの。全工程の半分ぐらいで、すいません、もうだけいっぱいです。遅いですね、食。今回だけちょっと焼肉屋さん行ってみたら、はい、やっぱり意地だね。意地見せて、うん、食べる、まだ食べます。もう吐きそうじゃないですか。しっかりみんなと合わせて食べてた。ただやっぱりそんだけ必死で食べてるからさ、うん、頭割らなかったのは、店から出たらもう携帯がないです、うん、携帯がないですと大騒ぎし始めて、もう道路にカバン置いて、もうガサ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 ノートとかもポン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 ともう巻き散らしてさ、結局携帰ったやつです。お前帰れよ、お前は。あんな大人にはなりたくないよ。確かにね。飯はよく食うようになってました。おお、そうですか。トレーニングしててない。そうか。水いっぱい飲んで。1.5 リットル水飲んで。大食いの人のトレーニングじゃん、それ。そんな感じですかね。あとはあれですね、先ほどこの番組の8時台と9時台の間のブレイクの間にニュース読んでくださってるトナキさんが、みんなにチョコレートをくださいまして、うん、感謝感謝。いやでもオープニングだよ。なんかでもそこちょっとなんていうの、ポストイットみたいなのが貼ってあったよ。有吉様、その他の野郎どもって書いてあったよ。そんな人口悪いんですか。有吉様とその他の下々よ、いつもありがとう。ちょっと連れてきてくれ、人。悪すぎるだろ、メッセージが。悪すぎないよ。なんだ下々っていうのは。お前だよ。俺だけか、お前。だったらもっと本当に連れてきてくれ。ありがたくね、いただきましょう、はい、ということですよね。あとは何ですか。ダウンタウンの松本さんが三又又三との絶縁報道について完全に事実というのがあったんですか。ああそう、ワイドなショーで言ってました、ね、言ってました、言ってました。あ、よかったね、それ。公になってよかったですね。そうですね、確かに。もう松本さんがもう認めてあれね、こういう風に言ったっていうことはもう俺の役目は終わったね。あ、そうですか。三又がクズだっていうことを地道にこう草の根運動でこのラジオでもねずっとやっぱりやってきてやってきましたけど、はいはい、これでもう完結ですね。もう私の役目は終わったな。終わりましたか。うん、次はもう逆に三又に優しくして やっていこう。そうですか。もうそれはそうです。やっぱりみんながこうなんていうか傘にかかってね、じゃあ松本さんが言ったから、はい、じゃあ俺もっていうのはちょっとよくない。それはもうなさい。それは俺の仕事じゃない。なるほど。ビッキーソードでもそうじゃ、何でもそうじゃない、みんなが傘になってそれうわーって言ってさ、はあ、なっちゃったら俺も興味ないから、逆にビッキーのおっぱい見てみようかなとかさ。いや、それ逆なのそれ。今三又最近元気かって声かけてやったりさ。じゃあ三又この番組呼んだりみたいな。呼ぶわけねえだろあのクズは。スレイナイツドリーマーライブオンエア。
message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。三股さん、三股さんはまあ置いといてさ、はい、最近、まあ、三股さんはもう許してやったから俺はこれだからね、うん、この前久々にイラッときたのがさ、うん、田中みな実がさ、うん、なんかまあ心ないじゃんあいつ、まあもうそうなんですよ、あーすごいって言っただけだからさ、もともと心ないんだけどさ、一緒に番組やっててさ、なんかね、なんかおでんの具にね、おでんのなんか特集かなんかやっててね、はい、いやわーっとおでんのおでんを見ておいしいそうっていうのはいいんだけどさ、うん、おでんにはこれ練り物ね、練り物は自家製でっつって、うん、白いすり身のさ、まだこう白いすり身おじさんがこうこね回してるのを見てさ、おい、うん、しそうって言ってそんなわけねえだろいい加減にしろよつみれが出来上がってさ、はい、丸になったらとかさ、はいはい、そうですね、あんなもんポンと入れて色がついてきてやっと美味しそうでしょ、はい、まあそうですね、練り物の白身のこうねりねりしてるところ見て美味しそうって言ってからめちゃめちゃイラッときちゃって心ないかねラジオ、はい、にわかは語る、はい、今日は ジブリがテーマですね、そうですね、テーマ決めない方がやりやすいのかなとかどうかなとかいろいろ思ったりもしてますけど、まだもうちょっとじゃあテーマ決めてね、はい、あのやらせていただきますので、まあ飽きたらフリーでやってください。はい、わかりました。ラジオネームボノボ。ジブリっていうと宮崎駿を思いがちだけどさ、まあ、実は影の立役者は鈴木敏夫なんだよね。英語プロデューサーの鈴木敏夫。彼がいなかったらナウシカ、トトロ生まれてない。全部鈴木敏夫が関わってる。つまり。鈴木敏夫こそがジブリの生みの親、これからジブリ作品見るときはみんなも彼を意識して見るといい、作品に深みが出るから知ってるよみんな協力タッグでやってますから知ってますよ、この前も NHK のやつでも鈴木さん出てましたよ、あすごいな鈴木さんってみんなが全体的に鈴木敏夫って言いたいだけみたいなところはちょっとね、ちょっと見え隠れしますけど、ラジオネーム大丈夫を気取ってます、みんなに質問、千と千尋の神隠し何回見た、ハウルの動く城は何回、絶対1回じゃないよね、何回も見たはず、それは1回見ただけじゃ理解できない奥深さ、何回も見たくなる仕掛けがあるからなんです、ジブリの作品1回だけ見たっていう人いないと思う、なぜなら何回も見たくなるからそう、ジブリにおいて1っていう数字じゃない、ジブリ作品を見てるとき隣に誰がいる、家族、友達、はたまた恋人、ジブリ見るとき一人じゃないよね、みんなで見れて何回も見たくなる、そんな1がない作品なんだよね、腹立つ、下げとってパン、これで見ることは多いけどね。そうだね。多いですよね。めちゃめちゃ知ってるんで見ますよね。全然。いや、そ一人を意識してんじゃないかなと思うけどな、宮崎駿みたいな天才やっぱり孤独だから。彼も一人だもん。見てたらわかる。彼は一人だなってわかるもんね。あ、そうですか。ラジオネーム走り熊。ジブリ作品には宮崎駿監督の命に対する尊敬の念というものがふんだんに盛り込まれていると思いますね、最終的に全ての作品を見て言えること、それはこれからどう生きるか、それを考えさせられるのがジブリ作品の醍醐味だと思います、ただ一つ難しいのは見る側が宮崎駿というフィルターを勝手に通して見てしまうと物語がいつも一辺倒に感じてしまうこと、あくまでもその時々自分の感性を研ぎ澄ませて見ることで作品から多くの意味を得られると思います。サチ2だな。でも俺こんなこと言われるとね、納得させられちゃう。あ、そうですか。NHK でこれ言ってたらでも納得するよ。納得しますね。こいつらが言ってからにわかがようって言うけどね。はい、そうですね。確かに。ラジオにグドンなグドン。これマジで結構来てんのよ。あ、そう。
めちゃめちゃやっぱり名前聞いたいのに。ラジオネームグドンなグドン。今や国民的アニメ扱い、国民的アニメ扱いされてるけど、やっぱ俺は駿の作家性が爆発した初期の作品群が好みかな。特にナウシカはすごい。今でも色褪せない絵の美しさ、ストーリーの深み、むちゃくちゃ考察できる。あ、もちろん俺が言ってるのは漫画版を含めての話だから。正直漫画版も読まずにナウシカ語ってほしくないね。で、まあ、ほとんどの日本人は漫画版の存在すら知らなくて、駿の伝えたいことが1ミリも伝わってないのが現状。と嘆かしい。原作原作うるせえよ。言えば今ですもんね。早尾って言わないで。ラジオネーム、チェコの大砲。最近のジブリ手抜きしすぎ。最初の頃はメッセージ性込めていたのが伝わってきたけど、今のジブリ空っぽ。ちょっとでも物語に含みを持たせたら視聴者が勝手に解釈して議論してくれる。そんな魂胆が見え隠れしてるね。熱狂的なファンの人たちはいろいろな解釈をさせてくれる宮崎駿ってすげえって言うけど、勝手にお前らが好き放題言ってるだけだからね。丸投げされた中身のない空虚なものにお前らが勝手に飾り付けしてジブリを甘やかしている。今後のジブリは視聴者側と制作側の距離感大事になってくるね。マジでこんな人多いからな。そうですね、なんかね、どっかで聞いたことあるようなのが多いです ねありますよね。ラジオネーム三平。宮崎が描いているのは誰もが心の奥底に秘めたノスタルジー、まあ、かっこ郷愁の世界と誰も見たことがないファンタジーかっこ空想の世界を融合させたユートピアかっこ理想郷である。この絶妙なバランスかっこ釣り合いこそが多くのユーザーかっこ視聴者を引きつけるスパイスかっこ香辛料となっているに違いないが、ハードなセックスシーンかっこ露骨な性描写がないのが欲しい。バカじゃないの。ないいよかっこうるせえな。どんだけバカだと思ってんだこっちが。なんでスパイス香辛料って。違うだろ、香辛料っていう役じゃダメだろ。エンジェルあげてるわ。ラジオネーム田中誠志郎。まあこれは語るまでもないんじゃない。日本国民でジブリ映画見たことない人いないでしょ。トトロとかナウシカあたりがメジャーな感じだけど、俺はあえて紅の豚をしたいね。特に不満はないけど、強いて言えばミヤさんありきってとこがネックかな。アリエッティの監督とか息子とか世間の評価は知らないけど、俺は悪くないと思うよ。まあ良くもないけどね。どっちなんだよじゃあ。入ってくれない豚をしたいね。うるさいね。うるさいね。めちゃめちゃうるさいね。なんだろうね。なんか小島瑠璃子とかが言いそうだわ。ね、なんか女子は魔女の宅急便とかマナウシか。私はでもあえてお邪魔が山田君ですね。うるせえよって。変わったとこ入れてる。何変わったこと言ってんだよ。どうせトドロだろ。一日一外食。広島にある鞆の浦に行ったことありますか。え、ジブリ好きって言ってるの知らないんだ。鞆の浦は崖の上のポニョの舞台として実際宮崎駿監督も滞在して構想を練ってたの。アニメと現実世界は違うけどさ、もののけ姫は屋久島、耳を澄ませば東京多摩市の聖蹟桜ヶ丘、隣のトトロは埼玉県の狭山丘陵がモデルになってて、実際見ることでアニメの世界により入ることができるんだよね。ああけど、まあこのこと知ったからって聖地巡礼だって言っていかないでほしいんだよね。最近マナーのない一部のニヤカファンが騒いで近隣住民の方とか自治体に迷惑かけてるから、ジブリを本当に好きな私たちと一緒にされたくないんだよね。そうだね。ごめんない言って。ごめんない言って。ラジオネームブラザーフットオブスティール。ジブリは最近になって特にダメだな。まあ最近どころの話じゃないけどな。ナウシカとかラピュタあたりは物語も演出も秀逸だったけど、それ以降はひどいもんだよ。そもそも魔女宅がヒットしてから
その後の作品全部が魔女宅の劣化版じゃん。マンネリ取り越して逆に草生えるわ。俺たちジブラーが見たいのは売れるアニメじゃなくて面白いアニメだよ。面白いアニメを作れば必然的に売れるじゃん。そういうとこから考え直すといいと思うよ。惰性で作るんじゃなくてさ、初期衝動を爆発させたような作品を生み出してほしいな。宮崎駿も引退したんだろ。それってチャンスじゃん。ジブリの方向性が白紙に戻ったんだからさ、まず自分だけの地図を描ける新進気鋭の監督見つけることからだろう。最近のジブリはダメだなって言われたくないだろ。じゃあ自分たちで動かないと。お前だよ。散歩しろお前が。家からも出てない。家からも出てないっすよ。めちゃめちゃ腹立つだろうな。でも宮崎駿は腹立たないだろうな。大金持ちだから。そうなんですね。そうでしょうね。ラジオネームジョリオン。ジブリといえばやはり宮崎駿ですね。分かったね。今さ、まあそうですけど、彼の優れているところは設定作りですね。例えばもののけ姫、人間の恨みで生み出された怪物に呪いをかけられた青年、そしてたくさんのもののけがいる森とそこに住む山犬に育てられた人間の子。こんな複雑複数の斬新な設定を組み合わせるだけで話の内容どうやっても面白くなります。だから逆に言えば設定を作ってしまえば誰が作ってもあの物語にたどり着きそうですね。つまり我々と宮崎駿の違いは鼻の差です。でもそれが天才と凡人の違いなんでしょうね。うるせえんだよ。もうどっかで聞いたことある話ばっかりだなお前ら。本当に一旦ブレイクします。 Stay Night Dreamer Live on air。来週はじゃあにわかどうしましょうかね。 あれ近い、 WBC やってみますか。野球、はいはいはいね、ワールドベースボールクラシックですか、うん、まあ、知らない人も多いでしょうけども、うん、まあ、どうせにわかですから何でも大丈夫ですけども、はい、まあ、もうちょっとテーマ決めてやりますんで、はい、WBC にしましょうかね、はい、ワールドベースボールクラシック、まあ、野球関連でもいいですけどね、うん、はい、お願いいたします、はい。今夜のメールテーマは今腹を割って話したいことということで、ラジオネームドクターストレンちゃん FM 群馬。婚活についてです。早く結婚するためには婚活パーティーなどいろいろ参加すべきでしょうか。アラサーで焦るべきなのか、先人のお話伺いたいです。ゲスナーの皆さんは婚活パーティーとか行ったりしているのでしょうか。結構割と真面目な。本当にね。あのな、聞くなよ、行けよ。聞く前に金ちゃんに言われる。聞いちゃダメ。行きたいなと思ったらそのやっぱ衝動のままにこう動かないとね。すぐ動くっていうね。すぐ動く ね、 ですね。何でもやるかですよね、うんうんうん、そういうことです。すぐ行ってください。ラジオネーム奈良県民 FM 栃木。今年の3月から就活始まります。ですが僕は平凡な学生で留学経験もボランティア経験もなければサークル長も務めたことありません。これといったアピールポイントがないので不安でいっぱいです。じゃあもうやめて家いろ。やばい DVD 屋さん。僕は職場のババアにいろんな噂を流されています。少しおっぱいの大きい55歳のババアと毎日メールしているとか、近所の女子高生の写真を集めているなど、ありもしない噂ばかり流されています。そんなことしたことないんだぞと大声で言ってやりたいのですが、おばさん集団にビビってしまい大きい声の出し方を忘れてしまいました。ジメジメこそこそ生きているだけなのに、有吉さんつらいです。わかるぞ。わかるんだ。わかるの。ここには優しい。こういうやつは。こういうのには優しいの。しんどいな。かわいそうにな。俺と一緒に地下シェルターに潜ろう。な。しっかりしろじゃないんだ。こういう人にしっかりしろ。おばさんにいじめられて。まあそうですけど。ラジオネーム妖怪きなこじじい FM 長野。有吉さん、僕は寝起きに口が乾いて異臭を放つバリバリの30代なのですが、春から大学生になることになりました。この1年サンドリを聞きながらしこしこ勉強した結果、社会人入試という制度で大学合格しました。しかしいざ合格してみると
あのフレッシュなキャンパスに僕のような発光した方形の化け物が通っていいものか不安になってきました。若い子たちにトイレに閉じ込められ、上から水をぶっかけられ、モップで殴られるなどの肉体的ないじめはド M の僕にはむしろご褒美で嬉しいですが、 LINE で一人だけグループに入れてもらえないなどの精神的いじめを考えると怖くて学校に行きたくありません。そこで芸能界で日々若者と絡んでいる有吉さん、ぜひ僕にアドバイスください。全力で若者に媚びていくつもりですが、通報されたらと思うと怖いです。ぜひアドバイスお願いします。一人で生きろ厳しい件なんだ、これは厳しい件なんだな。さじ加減が難しいな。じゃあ、あげとくわ。じゃあ 入学祝いに。おめでとうございます。曲いく、グラミーやる。グラミーか気になるよさ、何曲あるけど。あります。いい。じゃあ何の曲にしましょう。あれいける、山川ロックユニット21パイロッツ。おう、ストレスダウト。珍しく曲紹介。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jd/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とデンジャラス安田がお送りしております。続いては安田がいる時限定のコーナー、ね、女子、うん、クソジジイの安田に安田さん、ね、女子の生態、女の子の今のリアルを教えてやろうという企画です、はい、もちろん女の子限定お願いします。だいぶ分かってきたんじゃない、奥さんとかに優しくなったんじゃない、これ聞いて女子の気持ち分かってきたね。いや、だあんまり分かんない、参考になる。なんか女子っぽい感じがなんか毎週来ないので、聞き直してます。勉強する気ないだけだから。いや、そんなことないです。なんか大体いつもなんかラジオネーム違いますばっかり言って、内容聞いてちゃんと、女子たちのリアルの声だから。内容聞くと脅迫状みたいな。ラジオネームおまっとちゃんでした。元さんでしたね。うるさいな。ラジオネームおまっとちゃんでした。右の金玉にマナ、左の金玉にカナと書いて遊んでる双子系女子だおー。安田さんってイケメンで優しくて女子にモテモテだから、安田さんに悪い虫がつかないか心配なの。だから安田さんに虫よけスプレーかけちゃいます。あれ、安田さんの顔色が悪くなってる。あ、いけれ、安田さんって誰からにも疎まれてるゴミ虫だったの忘れてた。虫に虫よけスプレーかけるとかマジ皮肉なんですけど。てか虫に虫がたかるのは当たり前体操すぎて逆に盲点だったお。うちのおっちょこちょいさーん。女子の気持ちどこに入ってんだよ。どこ参考にすればいいんだよ。ラジオネームラッパーザキミちゃん。ザキバチョブな。アナルに何でも入れちゃう藤田アナルちゃんが大好きな藤田アナルン系女子です。女子って意外と古風なことが好きなんだよ。特に好きなの俳句。最高の俳句作るから聞いてみてね。冬の空、春待ちわびて安田しね。かけてちゃうけど、恋をする、いや愛しいあなた安田しね。関係だ前よ。安田しね、クソみてえな声しやがって大釜でおめえの喉をかっきってそこにションベンぶっかけてやるよ。 JFN の前で待ってっから、今日がおめえの命日だ。最高の俳句できた。これを多いお茶の俳句コーラーに送れば絶対に金賞もらえるぞい。もらえませんよ。なんで最後鈴木ランランみたいな感じで。もらえませんよ。古風なこと好きなんだって女の子は。それだけでしょ情報は。俳句が好きだ。ビューティーランチョっ子。いや、ランチョにあれでしょ。どうもおちんぽピコ太郎系女子です。安田のために曲作ってきました。聞いてください、はい、PP 安田、はい、安田が PP うるせえから右こめかみにペンをドーン。安田にとどめを刺すために左こめかみにもペンをドーン。右にドーン、左にドーン。安田死んだけど誰も困らない。ルンルンじゃねえんだよ。なんだよそれ。もうちょっとかけろよ。なんか
本物にちょっと寄せろよ。ラジオネーム超獣ギガジャネットジャクソン、うん、ジャクソンね、知ってるそれ、知ってる、先週も来た。みんなこんばんみ。検査をしたら人より10倍の量の精子が泳いでる系女子です。最近の女子は休みの日に農業にも挑戦してるんだよ。農業女子ってやつ。この前芋掘ってる時に思ったの、生き埋めにするなら絶対安田だって。まずサンドルの企画で国道を爆破するじゃん。そんで安田に現場レポートさせてる時に、爆破でできた穴に突き落として土と砂利とコンクリで固めて安田ごと道路にすんの。安田も受け身だけじゃこの世界売れねえから、大根みたいにコンクリ突き破って面白いこと言ってほしいぞ。それじゃあ今からチョコフォンデュでコウモリ食べます。いやもうおかしすぎるよ、おかしすぎる。チョコフォンデュだって美味しそう。いやそれコウモリ食ってんだから、もうコウモリ恐ろしすぎるだろ。ラジオネーム、これ難しいな、安田さんには。ラジオネーム、おしゃれな獅子肉ブッフェちゃん。熱海のたこ焼きマンタン。違う。まあまた思いついたら言って。チクビーン、乳首が祈祷より大きい女子です。やつだ。今から私と乳首当てゲームして遊ぼうぜ。私先行な。お前は両手の人差し指、私は両手にショットガン使うからな。これで安田の心臓に狙い定めて引き金引けば、ゴキブリ安田も粉みじんと。でも害虫はしぶといからな。よし、1キロ先から迫撃砲で狙おうっと。それじゃあ有吉さん、指示は無線でお願いします。有吉さん大好き。かわいいね。かわいいかねえよ、だから。なんだ、ちょっと。ラジオネーム、満腹亭アワビ。稲荷ね。稲荷、稲荷、それは稲荷。アワビじゃん。稲荷。アワビ稲荷です。送ってきてるのは稲荷です。いや、なんか本名も書いてあるからな、ちゃんと。本名も男でしょ。いや、村田秀子ちゃん。村田秀子なんて名前ないだろ、最近。そんな村田秀夫みたいな、そんな古い名前、こうつく名前が今少ないって言われてるのに。ラジオネーム、満腹亭アワビ。いなりね。チンコの皮ダルンダルンの女子です。チンコの皮がすごく余ってるから、何かに使えないかなって考えてスマホケースにしちゃいました。感触が柔らかいから持ち心地抜群だし、何より股間につながってるから絶対になくさないっていう優れものだよ。ラメとかステッカーでめちゃめちゃデコってるから、有吉さんにも見てほしいな。安田、お前のスマホ貸してみろ。どうせ仕事の連絡なんて来ねえんだから、バキバキに割って口に突っ込んでぶん殴ってやるよ。シリにでも祈るんだな。さあ、もうなんかそのなんかまあいろいろあるけど、言いたいことはな。あの、自己紹介の時にチンコ使うのやめようや。もう女子ブローや、一応一回もないじゃん今日。女子です、全部テレビに。いや女子ですって言うけど、チンコにとかっていうのが多いじゃん。いやそれだって言えないじゃん、そっちのもう一つの名称は。もう一つの名称は言えないでしょ。女性器の名称はなぜか言っちゃいけないんだよ。いや言わないでしょうけど、そこそうやってくれてるから、ちょっとそれさせてあげて。めちゃめちゃ気使ってる子たちだから。あ、そうなの。勇気持ってそうやって書いてるから。あ、勇気持ってたの。 AV 女優、 AV 男優がよく言うでしょ、今何が入ってんの。あ、言いたくないのね。そう、チンコって言って、 あれと一緒だから、優しくしてあげて。当たり強いから。もうどっちがだよ、どっちの当たりが強いんだよ。ラジオネーム、学ぶ子。アリの戸あたりに舌先でペロペロされたら一気に射精しちゃう敏感系女子です。いや、そうなの。おい安田、この間な、関ジャニのコンサート行ったらよ、会場の近くでお前がいっぱいいたわ。チケット買うよ、チケット買うよっつってね。安田がたくさんいたから、本物のお前見つけるの苦労したわ。息子のために仕事選ばないのいいけどな、せいぜい捕まらないようにしろよな。ああ、チンポの先痒くなってきたから、明日泌尿器科に受診しようっと。恥ずかしいな。恥ずかしいなって書いてないだろ、恥ずかしいなは。ラジオネーム、おまっとちゃんでした。おまっとさんでしたね。水面から勃起したチンコを出してるスケキオ系女子です。恥ずかしがってないだろ。私ね、好きな男性に膝枕してあげるのが夢なんだ。安田さん、膝枕してあげる、ほら遠慮しないで。どう、
私の太もも柔らかい、このまま寝てもいいよ。なんてな、かかったらやつだ。今お前を膝枕してるのはな、俺そっくりの姿をした爆弾ロボットなんだよ。死ねえ安田、ポチドガーン、くーざまねえな。お前の飛び散った肉片集めてミニ安田作っちゃうよ。そして一緒にお昼寝するもんね。急に幼稚になったな、お前。以上。スネイナイトドリーマー、ライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。 女子のコーナー、あれだね、安田さんいなくなってどうすかね。男子にするじゃん、男子で男の本音語ってもらってりゃいいんだよね。いやもう今も本音語ってもらいますみたいなずっとやってて、はあ、でたまにおじさん来た時女子やるとほらまた、まあ別にいいですけど、今も別に男子ですけどね。は女子ですよ、めちゃめちゃ。いや男子、何を疑って、なんかトラウマ。いやトラウマじゃねえけど、なんか女子がちょっと乱暴なこと言うとなんかすぐ震えちゃって怒っちゃって、もうちょっとだからそのなんか女子のこうぽい感じをね、ぽいじゃん今時よ。最近の子そうなの。うん、そうよ、最近もそうよ。幻想持ちすぎはもう、花の女学生みたいに思ってんじゃない、未だに。いや、まあ、そう。隅花代です、みたいな。いや、そんな。高島忠の嫁、隅花代です。みたいな感じのイメージしかないんじゃない、女性に対して。いや、そんな古くないんですよ。デヴィ夫人とか。そんなんじゃないから、今時はもう。みんな、元気だおーっつってから。殺しちゃおーっつって。いや、じゃあ、物騒な世の中になりましたね、なんかね。ちょっとね。だけど、元気はつらつ、ウーマンリブ。女子は力持ちました。やっと、男女平等。元気、みんな元気。そうですか。はい。まあ、ジェンダーレス。それ男子でしょ。いや、全部です。ああ、そう。何にもない。男も女も、それ以外、何でも。そうですか。私は受け入れます。ただし、私の SM の門を越えてこなきゃいけませんけどね。SM の壁を立ててやる。急にトランプみたいな。SM の壁って。私とあなたにはね、SM の壁が高く立ち塞がってますよ。それ超えようとするとどうなるんですか？超えようとするとどうなっちゃうんですか？まず壁にローションがいっぱい塗ってあります。そうか。あなたは登ってこれ。何言ってんの？あの、そういうリアクション系のやつさ、はい、やってたりするとさ、うん、あゆさ最近やんなくていいですね、なんていうやつがいたのよ。おお。いや、これバカじゃねえのか。そんなもんやってる方が楽しいに決まってるだろっていう。大きな勘違いだね。なるほど。ああいうの、ピーッつって笛吹いてさ、うん、次っつって言ってる方がさ、楽しいと思ってんだろうね。うん、ああ、そっかそっか。え、バカじゃない。そうだね。めちゃめちゃやりたいわ。そうね。やって受けた方が。やった方が受けるんだから。で、やって受けた方が嬉しいもんね。絶対楽しいです。そうだね。そこを全然、この芸人の差がみたいなとこ分かってないんだよね。ああ、なるほど。ああ全然話が違うなと。すぐいじめとかさ、はいはい、そういう風に捉えるからさ、はい、あれなんだろうなと思って。うんうん、あれバカだろ。やりたくてやってんのさ、あの人。やめろーやめろーって言いながら、やりたくてしょうがないの。知らねえの、そんな初歩的なやつって思ってさ。本当ですよね。うん、あったらウケるだろうって考えてるわけですからね、大体はね。寒い中これ震えてんの俺美味しいぞと思ってんだから。知らねえのかいバカ。羨ましくてしょうがねえわ本当に。クソ神アキラ、はい、クソ神さんが思わずいいですと言ってしまうような質問を受け付けております。いいと言えばいいとですね。ラジオネーム泣くなよ浩二。バレンタインデーに本指名で入った風俗嬢にチョコをもらった場合は、たとえそれがチロルチョコでも本命チョコと考えていいんですよね。いい質問ですね。その通りです。そうなんだ。本当にいいんだね。ストーカー規制法をもっと厳しくしたいと思います。ラジオネーム東北自動車道。僕は童貞であることに誇りを持っているのですが、世の中には童貞であることを恥ずかしがって隠そうとする人がたくさんいます。そこでクソ神さん質問です。どうしたら童貞が住みやすい社会になると思いますか？壁でも作ってください。ちょっと、このコーナーやっぱり、ちょっと負担が。
ちょっと自信がないです。あ、そうですか。いや、聞いてるのは楽しいんですよ、でも。本当ですか。はい。あれ、まだマックス・キャホ。マックス・キャホ違う。違います。だから、先週言われたから、その、だから先週はまだやってないんですよ、そのアフタートークで。ああ、今週から、私のやつと、うん、まあ、あとリスナーの方来てるか分かんないですけど、募集して一応高井さんとっていう話なんで、だまだ全然やってないです。マックス・キャホ？マックス・キャホはだからどうなってるかはまだ、はい。ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングルをかけながら、マックス・キャホって叫ぶだけのコーナー。そうですか。いや、そこまで出来上がってんだったら、もう来週でやればいいじゃないですか。いやいや、コーナーにはなりませんよ。だってそれだけですから。そうですか。私がマックス・キャホーって言ってるだけのコーナーですよ。あ、そうですか。10分。あ、それ、ちょっと長いですね。10分。長い長い長い。2分だね、持って2分。2分。ラジオの三平。茂木健一郎さんは4年に一度しか頭を洗わないことで有名ですが、博士太郎さんはどれぐらいのペースでチンゲを切っていますか？いい質問ですね。もうドレッドヘアみたいにガチガチですからね。切れたもんじゃないです。もうガチガチです。ラジオネーム東北自動車道。ラッパーはいつも帽子をかぶっていますが、チンコもかぶっているんですか？くだらないこと聞かないでください。バカじゃないのか。訴えますよ。ラジオネームポンポンカツラ。クソガメさん、女性用のトランクス、ふんどしなどが流通している中、どうして男性用のおパンティーは売られてないんですか？女性用のやつ履けばいいんじゃないですか？そうでしょ。あ、そうですね。そうです。男性用のっていらないですね。僕は女性用のパンティーを履くことで性的興奮を覚えるっていうことで有名ですけどもね。クソガメさんが、いや、私、有吉です。有吉さんが、ちょっと怒り心頭で見て物議をかもしました、ね。そうでしょうね。そんなこと言ったらマツコさんは優しく分かるわよって何でもいいのって言われて、懐が大きいね。確かめられて、うん。私のやっぱり性癖を許してくれますよ、やっぱり。ラジオネーム、ビスマルク。貧乏暇なしと言いますが、僕はお金がないのに暇です。お金のかからない暇つぶしがあれば教えてください。ゴミでも食ってなさい。ゴミでも食ってなさい。秋の缶はうるさい。クソガミさん、リカちゃん人形のようにおちんちんにも服を着せたいのですが、どこに売っていますか？なければ作る。それだけです。以上です。私は銃に撃たれて死にました。Stay Night Dreamer Live on air。さあ、有吉的サンデーナイトドレ、そろそろお別れ。来週、女性姉妹ユニット、うん、チャランポランタンさんの、うん、さんですね、はい、が来てくださいますので、はい、メッセージ送ってください、うん。まあ下ネタとかね、強めのネイル何でもいいですけど、うん、ちょっと様子見て、うん、下ネタダメだな、強めダメだなったら総撤退ですから、ね。皆さんちょっとバランスよく送っといてくれると。そうですね。いつもはパソコンでゲームしかしてない福田が、うん、来週はちゃんと選んでくれるとか。もうちょっと仕事があると思いますし。なるほど。高井さんもちょっともうちょっと忙しいかなと思います。はい。緊張してきたわ。もう緊張ですか。ここに若い女性が、このスタジオ内に若い女性がいると思うだけでもう私は緊張してます今。あ、そうですか。久々です。岡本まり以来ですよ。じゃあ相当若槻さんなんて、若槻さんも30超えてますからね。まあ超えてますからね。30いってない女性とこんな狭い部屋で、うん、そういうプレイするのはなかなかないから。プレイなんかしないです。ちょっともうドキドキします。どんな匂いするのかなとか、ちょっともうそれだけでドキドキ。もうね、ちょっと目を伏せてしまうかもしれませんけど、サングラスかけていこうかな。急にざわつきません？ちょっとだから要注意ですよ。安田さんね、ちゃんとやってくださいよ。あ、はいはい。じゃあちょっともう安田さんもうあれよ、もう完全にもう本当にここの JFN の雑木のアナウンサー、男性アナウンサーみたいな顔してやってるいいんだから。まあ、そうですね。頼むよ。
はい、わかりました、わかりました。俺の緊張も、アリオさん緊張なさってらっしゃるようですね、とか、やってりゃいいから。いやいや、そんなことしたらさ、本当に雑記のアナウンサーだと思われるよね。いや、そう思われていいんだから。えそれでいいんだよ。いや、それはそれで、うん、まあでもいいけどね、それでも全然いいですよ。わ、うん、かりました、わかりました。それをやめてくださいよ、安田さん。つってもそこで10分ぐらい話するから。じゃあ何のため来たんだよってなるよ。大丈夫、走り込む。はい。小島 FM。アリオさん、サンドリは、女子の本音も聞くことができて本当に勉強になります。日曜の夜に笑いあり学びあり性あり、このラジオ最高です。女子いるんだよ。ラジコフェスティバル。この放送男子も聞いてるんですか。今まで女子が送ってくるようなメールしか読まれていなかったので騙されました。そんなことないですよ、ね、男子だけでしょ。だって本当に男子だけじゃないから。女子のみですよ。マジ女子聞いてっから。全然その気配が感じない。言われるもん、デヴィ夫人とか、いつもラジオ聞いてるわよって。いや、そっちの方が大ニュースでしょう、ね。ということで、お相手やりゆしゆるひと、デンジャラス安田でした。また来週、さよなら。